はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。一週間無事に終わったね。いや、一週間無事に終わってよかったよ。いやー、それとも、金麦濃いめのひととき、2021年限定。いやー、これ何が2021年限定なんだろうね。それではお疲れ様です。あー、冷えてるわ。もう金麦はどのシリーズもうまいね。で、今日のお湯がちょっと久々に買ったよ。もうすごい久々になった。シャウエッセン、シャウエッセン高い高い、ほんとあのもうあの のり弁ぐらいの値段するんだね、シャウエッセンでね。久々に買ったけど、あの今日このシャウエッセンと赤ウインナー残ってるから、この赤ウインナーとあと卵焼き、これいきたいと思います。はい、卵焼きの味付けはかき出し醤油とお水と砂糖、ちょっと甘めだな。赤ウインナーは焼いたんですけど、なんかこのシャウエッセンをこの説明書き読むと、なんかお湯が沸騰したら弱火にしてシャウエッセンを入れて3分間茹でてください、これを黄金の3分間ボイルと言いますって。黄金の3分間ボイル？ということで、3分間茹でたいと思います。はい、弱火にして3分間。うわ、シャウエッセンいいね。では、入れます。3分経過しました。はい、黄金の3分ボイル。おっしゃー、完成です。よいしょ、あいさどっこいしょ、お祝いいただきましょうね、シャウエッセン。
卵焼き、赤ウインの、あとキムチ鍋の素で煮たキャベツ、いただきましょう。ご飯オープン。はい、今日も完璧。土鍋で炊いた米が一番うまいだね。いただきまます。ファンヒーター弱めよ。ハイボール飲むと寒くなるからファンヒーターちょっと強めにつけてた。ういお疲れ様でした。はい、乾杯。おいしいね。素晴らしいね。ではでは、すっげー久々のシャワーエッセいただきましょう。黄金の3分間ボイルで、いただきます。久々だな。あシャウエッセンうまい。久々に食べたシャウエッセン。シャウエッセン高いからさ、買わないよ普段。肉汁がジュワッと出るね。美味しいわ。続きます、赤ウィン。ああ、うまっ。もう同じウインナーっていう名前だけれども、もう別物ですよね。これも比べちゃいか。キャベツの2分の1個がね、見切り品で30円だったから、あ、キムチ鍋の元でちょっとキャベツだけ煮ようと、味噌汁にしようかなとかいろいろ悩んだんだけど、あ、うまい。子供の頃はこっちだった。中学生ぐらいからこっちになった。かけだし醤油と砂糖とお水。ああ。素晴らしい。食べやすい、うまい。
餃子の王将のメニューにも最後エッセンってあるんだね。なんであるんだろうね、あれね。餃子のお店にシャーベッセンいらないと思うんだけど。卵焼き甘めに限るな。ちょっとシャウエッセンにマスタード作ったの。大丈夫、傷んでないと思う。これマスタードって賞味期限っていつなんだろうな。これ瓶側面上部に記載されてるって。側面上部に記載されてるって。記載されてないんだよな、いつもこれ。瓶側面上部に記載ってどこに記載されてんだよ。あ、なんかうっすらと書いてあるから消えてって見えない。まあ大丈夫だ。幸せにマスタードで。うん、素晴らしい。さっぱりするわ。こう食べるとシャーベッセンやっぱ高い意味あるね。わかるね。噛んだ瞬間に肉汁じゅわっと出てくるし、まあ赤ウインナーとは違う旨味があるよ。あー、うまっ。赤ウインナーうまんないけどな。今日もお腹いっぱいになったな。よかったよかった。大丈夫、きっとこれからもお腹いっぱい食えるさ。うん、それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さようなら。